というわけで、どうでもいい学校っぽい音しましたけど、どうでもよかったですね。というわけで、前にちょっとネットの方でどうしてお店が品薄なのかっていう話を私書いたら意外と評判良かったんですけど、まあ、私昔商品管理とかね、やっぱりそういう売り場作ったりとかっていうことはやってたんですよ。まあ、物流とかやったり。どういうことかっていうと、まあ、都心に近い市場に近いお店とか行くと、在庫を扱って他の店舗に送り込んだりとかっていうこともやります。で、あと営業を改善しに行こうとかって言って他のお店行ったりとかっていうことも出てくるんで、そのからくりについてちょっとまあざっくりお話できたらというふうに思います。思いますっていうかやるんだけどね。よほどね、マスコミの人がすごくこれは震災の時から言っててクエスチョンマークなんですけど、あまりにもみんなね、その買い占め買い占めっていうんですけど、実際1日100人200人買い占めの人がいるお店ってどうなってると思います？それは窃盗騒ぎですよね。だからそんなにいないんですよ。あんまりいるとやっぱりお店の方としてもちょっと控えてくれとかっていう発言っていうのはたまにしない人もいるかもしれないですけど、例えば卵を一家族2つ3つ持ってたらやっぱりこれは注意したり、ね、牛乳も2本までですよって言って売り出しやってるのに3つ4つ持ってくとやっぱり私もたまに怒鳴られたりするんですけど、やっぱり2本までにしてもらえますかって品出しててじゃないと在庫の管理してて会ってこなくなるんですよね。どういうことしてるんだって。で客単価が4とか上がっちゃうとやっぱり店員が怒られるんです。で、まあポイントはこの発注ですね。お店にある商品っていうのはもちろんスーパーで調理してるものもありますけど、基本的にいろんなところから集めてたまたまスーパーっていう小売店さんが一括して売ってるだけで、まあ別に畑を持ってるわけでもないんで、発注をすることによって商品が店頭に届いてます。皆さんお店の倉庫を見てもらうと分かると思うんですけど、まああんまり見る機会もないんですけど、ちょっとトイレ借りるとかって言って見てもらったり、勉強したいですとかって言ったら、ひょっとしたら店舗によっては見せてくれるところもあると思うんですよ。やっぱり変わらないですよね。コロナウイルスの騒ぎがなってからお店の倉庫を工事したところって皆さんの近くの店舗でありますって方いらっしゃいます？多分そんなにないと思うんですね。トイレがきれいになったとかって以外は。なんでかって言ったらもう持ってる土地が決まっちゃってるわけです、お店の方で。特にコンビニはそうだと思います。で、やっぱりそれ以上の商品が入ることがないんで、まあ在庫には例えば毎日100っていう単位の商品が入ったとします。で、皆さんが毎日今まで食べられてたんで、皆さんの消費量はだいたい地域で100だったということですよ。だいたい必要の過分じゃない量を発注してるんで商売が成り立って、廃棄も少なくやっていけてる、まあ、廃棄が出ないってことが大事なんで、そういうことです。ところが3月ぐらいですかね、もう最初の子供たちがお家にいますとかテレワークしますって言った時に、同じ商業圏で同じ購入時間帯にいるはずじゃない顧客がぐんと増えたわけです。特にベッドタウンというのはそうだと思いますね。この時間帯は平均して10ぐらいだったのが、じゃあ15人20人いますっていうと、みんな同じ量買ってるわけですよ。ところがその時間だけでも1日でトータルで見たら5も6も増えて、じゃあ105を食べるようになった、110食べるようになったとかっていうと、今まで100で済んでた物量がスーパー110仕入れなきゃやっぱり品薄ですよね。で100で済むっていう風な継続して発注してるんで、6とかまあ10とかね、少なくとも10単位ずつぐらい品物が足りてないわけです。ところが発注を担当してる子はやっぱり夜残ってる子って見てわかる通りで、結構アルバイトの子とかピッピピッピ読んでたりとか、お魚屋さんぐらいはいるかもしれないですけど、お肉屋さんとか。でも別に店長とか責任権限がある社員さん背広着た人が今はタブレットで読むんですけど、読んでるわけじゃない姿って、多分遅めに買い物行った人って何回か見たことあると思うんです。あれで決まっちゃうんですよ。逆に言うと店長が朝から晩まで毎日店いたら、これ労働時間としてはこれものですから、それさせてるのかよお前ってなったらアウトですし、だからそれは多少やむを得ないんですよね。じゃないとトップからサブの人ぐらいまで上3人ぐらいの人がそんなに毎日いるってことはできないんで、そうなるとやっぱり、ね、アルバイト
の人が、俺がたくさん頼んじゃったせいで次の日廃棄こんな出ちゃったっていうのが1週間ぐらい続いたらクビですよね。それだったらやっぱり昨年か少なくとも直前1週間のリストに従って、まあせいぜい指示書が大体出ますよね。あのお店作ってると、あの夜勤の子はこれぐらいのリストに沿って発注してくれって文章やりません。ところが皆さんが食べたい量だって皆さんの胃袋大きくなってないですよね。よほど成長期になった子は何万人かいない限りはそうは変わらないと思うんです。だから皆さんの食べたい量も変わってないんです。ところがあの要するにまあ単純に1人2人増えたっていうのが毎日続いても実は多少品薄になります。それがずっと続いてるんで、ピッてやる側の方に、ね、やっぱりいやお前の判断でやっていいとかっていうのがある程度さじ加減が渡ったり、店の在庫が急に大きくなったとかさばけるってことですよね。あのそういうことがない限りは、あと皆さんの労働時間帯勤務が普通になった、こういうことがない以上はやっぱり別に普通に大半の人が買い物してても在庫は少なくなっていくわけです。でお店に届く前もう一つの話していくと、集配センターっていう、皆さんあんまり知らないかもしれないんですけど、まあ、あの人力でボン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 棚から、だから昔風に言ったら蔵とかですよね、あのそういうところから商品をピッキングって言って、あのお店からこれだけ明日欲しいって言うと、まあ、飲料だったらこうです、あの、まあ、お弁当だったらこうです、お肉だったら何個詰めて4トントラックに何台流してくださいっていうのを集めてる係の人が、まあ、大体派遣の人が多いんですけどいます。ここはですね、あの運送してる会社とてっきり通とかで知ってると思いますよね。ところがじゃ日通さんなら日通さんでいいです。日通さんがイオンさんでも何でもいいですよ、イトヨカドさんでも。会社の事情を知ってるってことはないわけですよ。ただ4トン何台分で運べばいいっていう以上って聞いてないですし、こんなこともあります。やっぱり4時ぐらいになったら何々店さんがあと10個ぐらいこれ入れてほしいって言ったから乗せろって言うと、こうやって台車に乗せてるんですけど、明らかに4トントラックにオーバーするよ、乗せろって言われて、で乗せないと怒られるんで乗せるんですよ。ところがトラック来る方は急にそんな会社の都合言われたって呼べないじゃないですか。でもピッキングリストとしては、例えばまあ8時で終わるって言ったら積むことが完了してるんですよ。これ間違っちゃいけないところで、ああ俺倉庫から積んだから帰っていいかなっつうことは、まあでもこれはそういう条件で雇われてるんだから当然ですよね。ところが運ぶ側は運べないじゃないですか。そんなの俺急にじゃあトラックの運転手増やせって言われたって、それはあの物流センターの受け付けてる時間とかだね、場所によってはちょっとこの時間っていうのは受け付けてませんとか、少なくとも今日担当してないし夜間の担当の社員は呼んでませんとかっていうと勝手にやれないんで、朝店頭に行ったらあんたないじゃないかってことになりますよね。ところがさばける量も決まってるんです。やっぱりみんなで10トンにやったからいいかって言ったら10には乗せちゃいけませんっていう台車も当然出てくるんですよ。なんでかって言ったら、こうやって乗せた時にやっぱりこうやって揺れがすごいんで瓶とか倒れちゃって届かないのは良くないですよね。あと高さがあるんですよ、あの台車の適用した高さがあって、こんなに積まれちゃうと入らねえよっていうものは追加で来ても乗せられません。ところがお店で積んでるバットとかっていうのは規格は変わんないんですね。高さ何センチでとかっていうと、でこっちはこっちでなんだ乗せろとかっていうとどうなるかっていうと、あの箱とかを押して潰しちゃうやつってぐしゃってしながら行ってるってこともあり得るんですけど、でも本当にお互いそれぐらい、まあ、知らなくて当然なんですよ。あのそこまで干渉しちゃうやりすぎですから。ただやってる方が精一杯やってるってことが私は言いたいんですね。お互いやれること、あるいは会社からやれって言われて8時間で終わらないようなことを残ってやって頑張ってるわけですよ。だからそれが売り場に出た時どうかっていうと、国は思いつきでポロポロ言っちゃいましたけど、まあ、商業圏に人が増えて、ね、あれお腹空いた人ほっとかいきませんから売りますと。でもあのお店が抱えられるキャパ自体は増えてないですし、それからやっぱりこれ会社の良心ですよね。あのちゃんと安全にパッケージして
店頭までお送りしますっていうことを守ってる上で商品がないわけです。だからそこでこれ民主党さんが政権だった時もありましたね、原発の時買い占めないでくださいって。あんなパフォーマンスをするんだったら、ね、やっぱりそういうところ現場に出て数字の本質をしっかり見極めた方が当然効果はあるっていう話を私は書いたわけです。これはどういうことかって言ったら、現政権の人がそういう情報を知らないから思いつきでやって、なんでだっていうことになってる。申し訳ないんですけど、そういう話ですよね。誰か大臣でも何でもいいんです。たった1週間お店に通うだけでもいいと思いますよ、集配センターでも。でいろんな仕事見てどうして届かないのかな。で、まあ、事務の人から言ったら表で完成してるのになぜ行かないのかな。あるいは旗目から見たら在庫なくなってますよね。なのにじゃあそのままきっちりポスにね、あれ収益上がってるの、どうして純利益としては業界で 4% 程度しか成長してないのかなっていうことを考えた時に、かなりさばけてない、下手したらロスをしたものだったり、ちゃんと届かない、あるいはね、あれちょっと責任外のところで日々対応苦労してるスタッフっていうのは相当いたりっていう人間的なものですよね。それを随分見落としてるっていう方を検討することが本当に大事じゃないかと。これは俺はいつも言ってるんですけど、政府だけじゃなくて、ね、野党だってそういう話をしてないからそういう話しか出てこないわけですよね。みんなの生活が一番だっていうことを言ってる人たちが全然見てないんです。ハンズオフマネージャー、手を汚さないマネージャーさん、責任者さんってことですよね。申し訳ない言い方するとだ、この期間中に何にもしないで脳だけ突きつけてギャンギャンやってるんだったら、少し街にね、今確かに外出控えろって言ってますけど、自分の立場っていうのはせっかく国民代表してらっしゃるってことですから、そこはよく本質を見た方がいい。やっぱりそれをね、知らない人がやっぱりわわわわ怒って、あの人がたくさん取ったとかって言って揉めてるのは私には関係がないみたいな顔をしてはいけないっていうこともあると思います。そういうのを見て関係ないって思うんだったら、それは代表するべき人じゃないですよね。なんか真面目なこと言っちゃったね。でもなんかこういうことなんですよ。結局みんな精一杯やってるんですよ。ところが本来あるべきじゃないところのものがいろいろ来たりとか、ね、あれ8時間で各自がやってることの限界を超えたものとキャパを超えたものが来たら、やっぱり処理できなくなってくっていうのは当然かなというふうに思います。それでは、なんかちょうどいいぐらいの時間かな。はい、じゃあまたどうもお願いします。バイホー。